シニアチャンネル永遠のセブンティーのリュウスゲです。今日は鹿児島、そう、甲突川の河畔を夕方、日が落ちるのを惜しんでウォーキングしています。ここに一心ふるさと感があります。そしてね、ここはね、大久保利通の生家があった跡です。川そばを歩いてみたいと思います。昼はね、カンカン照りで暑かったんですけれど、やっと寝日が緩みかけたところで涼しくなってきました。少しね、川べりを歩いてみます。はぁ、気持ちいい、涼しい風が吹きます。桜島はね、結構ね、雲がかかってて、実はこの川が今曲がってますが、ここを曲がり終えたぐらいから見えるはずなんですけれど、さてどうでしょう、見えるかな。さっきね、写真にはね、収めたんですけれど、見えたらいいな。鹿児島の町から桜島って結構どこからでも見えるんですよね。ドーンとでっかいね、姿で見えます。ちょっとだけ見えてきました。山裾の方が見えます？わかります？なんか川にぼちゃんとはまりそう。気をつけよう。なんかね、音楽の練習してんのかな？何やろ？金管楽器みたいですよね。はい、桜島に向かって歩いております。だいぶ近づいてきましたね。はい、桜島がね、こんな感じでしか見れません。今日はでも昨日はね、全く見れなかったんで、もっとね、裾の方まで思ってたんですよ。あ、見えてきた、見えてきた、十分だ。こんにちは。
そろそろ道路に上がる道があっても良さそうなのですが、ないですね。高麗橋まで来ちゃった。そこまで行って道がなかったら帰ってくることにいたしましょう。桜島見えました。綺麗に、ね、この橋にもね明かりが灯っています。あちらにも明かりが灯りました。